なたと初めて会った日のことは、よく覚えている。ショッピングモールのエレベーター。その窓から見た、遠くにきらめく観覧車の光。キラキラと輝いていて、とっても綺麗だった。きっと、あの光の下には、たくさんの人たちの笑顔があって。でも私には、ちょっと眩しすぎたの。眺めているうちに、涙が溢れていた。思い出は、私を臆病にする。楽しければ楽しいほど、それを思い返すのも辛くなるので、自分の弱さを、思い知らされるので、みんなに迷惑をかけちゃうので。だから、3年前に、もう思い出を作らないようにしようって、私は決めた。これまでの記憶をなくしてしまいたいって、私は祈った。プログラムだけで自動的に生きる存在になりたいって、私は願った。そんなの、どれも叶わないって、自分で分かっていたのに。あの日、エレベーターの中で私は、思い出に押しつぶされそうで、立ち尽くしていたの。何度も何度も上下するエレベーターから降りることもできずに、ずっと、観覧車を眺めていた。あなたと目が合ったのはね、その時なんだよ。まさか、そのあなたと、後にこうしてパートナーになるなんて、思ってもみなかった。私の今があるのは、あの日、あの場所で、あなたが私を見つけてくれたからかもしれない。とても不思議で、とても幸運で、とても運命的な巡り合わせ。この出会いを私は忘れることはない。あなたとパートナーになれてよかった。